心置きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は6月の20日。どうでしょう、もう梅雨真っ只中？雨降ってたりするのかな？なんか自分の生まれた季節をこう好きになる人結構多いけど、どうですかね。私梅雨生まれというか、夏と梅雨に挟まれた時期に生まれちゃって、あんまり得意じゃないんですよね、この時期。髪の毛は言うことを聞いてくれないし、暑いと頭痛くなっちゃったりするから。夏はね、楽しいイベントいっぱいあるんだけどね、なんかそんなあったりしますけど、あとは洗濯物だね。やっぱ一人暮らししてるからとかとか、まあそんなことはどうでもいいんですが、そう、前回はゲストに清水くんが遊びに来てくださいました。そう、ポンポさんね、無事公開されまして、今も絶賛公開中なんですけれども、たくさんの方に見たよって、もちろんこの番組もそうなんですけど、インスタだったりお手紙とかでも見たよって、あとは私たちも嬉しいからハッシュタグポンポさんとか映画大好きポンポさんでこう検索するんですけど、皆さんのその温かいコメント、見終わった後のこう感想っていうのをこう拝見しまして、なんか チーム一同とかポンポさんチームで、ああよかったね、嬉しいねなんて話をしていたり実はしています。そして家族が家族3人揃って朝一でポンポさんをこの前見に行ってくれたらしくって、そう、すごく良かったって言って、でしかも写真付きでなんかパンフレットと来場者特典の漫画と、あとなんかミニクリアファイルと、クリアファイルと、あとなんかいろいろ買った写真がベッって送られてきて、嬉しいから電話して、お母さんはよかったよ、なんかすごい面白かったねとかって言ってて、で弟もなんかニコニコしながら感想を話してくれて、なんかね、お父さんがひたすらこのさ、すごいな、ミニクリアファイルまでもらえんだぞとかって、ね、もらえるのかな、買ったのかな、なんかすごいミニクリアファイル推ししてて、なんかうちのパパがなんでなんだろう。でもデザイン見たらとっても可愛かった。私まだやっぱ関係者ではあるから試写とかそういった形で完成は拝見してるんですけど、映画館ではまだ見てないので、早く見に行ってグッズがね欲しいなーなんて思っておりますよ。はい、ということでそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。岡部さんからいただきました。炊飯器でお米炊くとき何合で炊きますか？3合です。小原好美の心置きなく。改めまして小原好美です。引っ越し、一人暮らしをするタイミングで初めて買った炊飯器が3000円ぐらいの炊飯器なんですよ。すごく安くて、でも未だに元気に動いてくれるのでそれを使ってるんですけど、 3号まで炊けるちっちゃいやつなんだけど、3号というか2号分お米入れて、であとはなんか何、炭水化物を減らすためになんかこう一緒に混ぜて炊けるやつあるじゃないですか。そういうなんかそういうのを 70g 1号分で入れるんです。それで3号で炊いて、なんか糖質カットみたいな、糖質普段食べる普通の3合炊きより 30% カットになるよとかっていうのを小松美香子さんに教えてもらって、そうプリキュアご一緒した時に、みんなさスタイルいいからとか、やっぱ20代後半になってきたりするとさ体質がこう変わってくるのよ。若い人聞いてる？どか食いしてるそこのあなた私は前はどか食いしても大丈夫だったんだけど、やっぱちょこちょこ影響出てくるようになってくる年齢なので、
みんな食生活ってどうしてるんですかって言ったら、プリキュアメンバーみんなそれぞれこう、いろいろ教えてくれて。で、小松さんは普段お家でお料理される方だったから、特にこう、いろいろ教えてくれて。そうそう、そんな話をみんなで聞いたり、そんな話をしながら、エイタスはなんかひたすらプロテインバーを食べながら、へえ、すごいねとかって言ってたのを覚えてる。みんなもなんかそういうところでいろいろ工夫していったら、少しは変わるかもしれないよ。ではでは、普通歌読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ホワイトブルーさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんばんは。こんばんは。夜ナイトを楽しく拝聴いたしました。ありがとう。竹殿様とココ姫の掛け合いが本物のように絶妙に面白く、大人が本気でバカして遊ぶとこうなるのかと、童心に返った思いで笑ってみていました。歌のコーナーでは、鷲崎さんのギターと相まって、別人のように変わった小原さんの歌声に聞き入っていました。ココ姫会以外でも、トークやツッコミなど、小原さんの引き出しの多さにも驚きました。5週間飽きることなく聞くことができました。楽しい時間をありがとうございました。というメールをいただきました。この他にも、たくさん夜ナイトの感想をいただきまして、無事に、できたよ、私。生放送じゃん。だから、どうしようと思いつつ、でもお相手はね、あのもう、長年、ラジオのパーソナリティや、あの、イベントである MC とかもされている鷲崎さんなので、あの、安心はしていたんですけど、でもね、緊張した、すごく。で、あのね、なんか、そう、始まる前にスミペからアドバイスをもらって、なんかでも小原さんだから平和な1ヶ月になりそうですねって言われて、だといいなって言って、1回目かな、ドリフが好きって、ドリフ大好きなんですよ私。ドリフターズがすごく好きで、全員集合とか、その後の志村さんの大丈夫だとか、バカ殿様とか、あの、ドリフ関係のものは、結構見ているんですね。だからそんな話したら、やっぱ、リスナーさんとか、鷲崎さんとかの世代的には、やっぱ、なんだろう、の方が、ドンピシャの世代だったりするから、わーって大いに盛り上がったら、最終回あんなことにって。いや、やって後悔ないですよ。なかなかね、経験できないですから。私、1円も払ってないんだもん、だって。いや、だから、最後にね、ああいう風に優香姫になれたの、すごく嬉しいし、大沢事務所的には OK だったのでしょう。っていうか、大沢事務所的に、っていうか、小原好み的に大丈夫だとマネージャーが判断したんでしょう。だから、優香姫のコスチュームが出来上がった時に、マネージャーさんがいいタイミングで来てくれて、うわーって言うのを覚悟してたの。したら、めっちゃ似合ってんじゃんって言って、初めてマネージャーがバシャ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 写真撮ってて、これ、写真もらっとくわって言われて、で、いや、大丈夫、載せたりしないとかって言って。多分、江崎さんって言うんだけど、最近ご結婚されたから、なんだろう、奥様にでも見せてんのかな、こんな変なやつがうちのタレントなんだって。なんかでも、衣装着たら、よりこう、優香姫になれた気がして、で、鷲崎さんもやってみたかったんだって。だから終始ずっと楽しそうにしてて、ねえ、夜中の1時過ぎに大の大人が2人でなんかスポンジの刀振って遊んでるなんてなかなかないじゃん。そうそうそう。だから、なかなかね、できない経験を、やらせてもらえて、で、しかも皆さんにも楽しんでいただけたようで、とても楽しかったです。あとは、その回以外でも、まあ、プライベートなお話だったりとか、あとは、食レポだったりとか、あと生で、こう、歌を歌うって機会、イベントではあるけど、ああいう感じではないから、いろんな初めての経験ができたな、なんて思いましたよ。だからまた、何年かわかんないけど、また夜ナイト行けたらいいな、なんて思いますね。はい、ではでは続けていきますよ。ココネーム、インスタントシュガーさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。私は、眼精疲労でよく頭痛になったりします。もともと偏頭痛持ちなのもあり、仕事中に症状が出るととても辛い状況になります。ココちゃんは目が疲れたなと思った際にすることや、疲れないような対策って何かしますか？
これはね、非常に共感しているんです。眼精疲労も私もあって、で、私も頭痛持ちだったりするんですよ。学生の時、特にひどくて、中学校の時。いや、梅雨の時期だから、特に今の時期とか、すごい辛いかったのは覚えてる。けど、なんか、こう、年齢を重ねていくうちに、治ってったかな。だから、この仕事してると、アフレコスタジオって、こう、密閉空間だったりするから、私は酸欠っていうかなんかね、頭痛くなってきたりとか目が痛くなりそうな感覚があるの。そう、頭痛持ちとかこう、よく頭痛持ちの方ってわかると思うけど、あ、このまま行くと絶対頭痛くなるなとか、このまま寝たら多分次の日頭痛いだろうなとかってわかる人いるかな。私そういう感覚があるから、そういう時に前もって頭痛薬飲んじゃったりするんだけど、そうそう。なんかそういう風にして、頭痛を防ごうとしたり、あと目はいいんですけど、視力とかはいいんですけど、紫外線にとにかく私は弱くて、だからね、夏はどんなにサングラスとか頑張っても充血しちゃうんですよ。で、まあ、紫外線がそんなに強くない季節であっても、人より充血しやすいタイプ、だから多分今のとこも充血してんじゃないかな。そうそう。基本的に充血してるみたいな感じだから、私の目って。だから、だから、それもあって、おしゃれでメガネしてるわけじゃなくて、紫外線カットしてくれるメガネを普段つけているんですよ。外に出てる時は。そうそう、そうやって、紫外線対策をしたりとか、いろいろしてるんだけど、どうだろうね。疲れたなって思う時、温めるのが一番いいのかな。だから、アイマスク。いろいろグッズも出てたりするから、そういうのを頼ってみたり、あとはやっぱ画面とかそういうの見ない方がいいんだよね。だけど見るなって言われても見る生活じゃん、今。スマホとか。だから、なんか、長い戦いになりそうな気がする、私も。このちょっと辛いよね。なんか他に対策あるよって人をぜひ教えていただきたいです、私も。ではでは続けていきますよ。ココネーム、ライザルさんからいただきました。ありがとう。ココちゃんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。ココちゃんに聞いてほしいお話があったのでメールさせていただきました。どうしたの？少し前に大型バイクの免許を取って先日ついにバイクを購入して父と一緒に初のツーリングへ行ってきました。かっこよ！熊本県阿蘇市にある、大観峰に行き、当日は曇っていたのですが、周辺の町や山を一望でき、絶景でした。何より運転が楽しすぎてニヤニヤしながら運転していました。次は晴れた日にリベンジしたいです。バイクはやってみたいことの一つだったので、実現できてとてもとても嬉しかったです。ココちゃんはやってみたいことなどありますか？お話聞けたら嬉しいです。何？ツーリングの時はココラジグッズのお守り型回路ケースをお守り代わりに持ってこれたので、事故なく帰ってこれました。おー！私もね、あれの中にお守り入れてるんですよ。そうそうそう。そういう使い方もあったりするよね。嬉しい。ありがとう。そして、素敵な写真までつけてくださいました。すごい綺麗な景色だね。大型バイクの免許。かっこいいな。バイクかっこいいの乗ってんじゃん。私もね、バイク乗ってみたいなっていう憧れはあるんです。免許持ってないよ。で、父が、なんか、乗ってみたいって憧れが、学生の時からあった方だから、あった方だって、ある人だったから、だからバイクの話よくしたりしてたんだけど、でも父もそのまま車の免許だけで生活しているの。だからなんか、いいね。お父さんと一緒にツーリングで、しかもさ、免許取り立てって怖いじゃないですか、きっと。車もバイクも。だから、乗り慣れてる、運転し慣れてる。しかも、お父さんが一緒って言うと、ね、ほっとしていけるだろうし、何より楽しいだろうし。よかったね。こうやって、なんかこういう形で、こう、ご両親と時間を過ごせるってのはとっても素敵なことだと思いますし、バイク乗ってる女子って、なんか、かっこよくない？私、いいなってすごい思うの。高校の同級生で一人女の子でバイク乗ってる子いるんだけど、
なんかたまに、ほんとたまに会うと、バイクでブワーンつって登場してきて、乗りなよって言われて、ヘルメット、なんか、どこに入ってたんだろうっていうのが、なんか座席の下のところからパコって出てきて、カポってかぶって、なんかもう、気持ちはあれだね。あの、カップルっていうより、なんかセーラームーンの、なんか、はるかさんに車、あ、車じゃないや、バイク乗せてもらってるみたいな感じだった。あー、かっこいいみたいな。なんか、いいね。運転するの楽しいんだろうな、こういうの。なんか、いっぱい運転して楽しんでね。ではでは、ふつおたはここまでとさせていただきます。ここからはこちらのコーナーをお届けします。そうだ、川越に行こう。こちらはおすすめの川越のスポットや川越でのエピソードなどを、紹介していくコーナーとなっております。なんかね、最近ね、まあこういったご時世なので、なかなか行けないっていう方はもちろんなんですけど、地元の方もう川越に、本川越に住んでるよって方からよくお手紙とかいただいたりします。なんかその、なんだ?この今のコロナが落ち着いて普通にみんなが観光できるようになったら何をしようかっていうこう話をしたりとかしているんですとか、ココちゃんが今川越行けないだろうから氷川神社こうなってますよとか、そういうのを送ってくれてとっても嬉しいですよ。ではでは読んでいこうと思います。ココネーム新市浦さんからいただきました。ココちゃんこんにちは。こんにちは。今回私がおすすめするお店は、小江戸お花です。卵焼き御膳や親子丼が名物の、風情漂う卵料理店です。こちらのお店には、ツンな食べ方というのがあり、前菜として貴婦人の卵サンドというサンドイッチを、その次に名物極上親子丼をいただくというもの。サンドイッチは一口食べると卵が溢れ出て、マスタードがとても効いて、卵の甘さと相性がバッチリ。また、親子丼は、ツヤツヤトロトロの卵が目を釘付けにし、力強い歯応えで旨味が凝縮された鶏肉が、こちらも相性バッチリでお腹がとても幸せになります。大正ロマン夢通りを抜けたところにある本店では、お食事を、クレアモールの丸広百貨川越店ではテイクアウトが可能で、ココちゃんも川越を訪れた際にぜひ足を運んでみてください。というメールです。これね、知ってる知ってる。その、商店街抜けてたところにあのね、ゆで卵を縦にふいって切ったような可愛い看板があるんですよ、ここ。確か。そう。で、いつもね、ここ行列できてると思う。やっぱり美味しいものを食べたいという女性が並んでいるのをよく見ますね。そうそうそう。あとはよくテレビで紹介されたりしてるよね。川越特集とかで。そうそう。だから行ってみたいなって思うお店の一つなんだけど、そう、クレアモールの丸広百貨川越店さんではそのテイクアウトがあるの私知ってて、いつだったかな、その月が切れて作品が放送され始めたタイミングの時に、その作品に出てる役者仲間で川越に遊びに行ってるんですよ。その時に一緒にみんなでもしゃもしゃ食べた気がする。そう、マスタードが効いててとっても美味しかったの。だからなんかお店があるんだってって言って、ただでもその時はまだ全然川越詳しくない時だったから、どこだろうどこだろうって言ってみんなで回ってたんですけどね。だからぜひ行ってみてほしい。ありがとうございます。では続けて読んでいきますよ。ココネーム暴飲の罪ラージさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。ココちゃんは地産地消という言葉を聞いたことがありますか？自分の地域で作った食べ物を自分の地域で消費しようという活動です。素敵。そこに熱心に取り組んでいるのが今回ご紹介したい88カフェさんです。末広百貨店の裏手、川越八幡宮の近くにあるお店で、土曜日祝日はお休みですが、ランチタイムには、川越で採れた野菜やお米が並びます。そしてランチタイムが終わるとなんとボドゲカフェとして変身するんです。へー。本川越駅からは少し遠いかもしれませんが、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
というお便りでした。地産地消、素敵ですね。なんかその地元でしか食べれない。で、しかも、なんか、なんだろう、勝手なイメージだけど、すごい優しい味のなんかこう、ご飯出してくれるお店とかあったりしそう。私知らないな。どこだろう、これ。水路百貨店の裏で。あ、でもあっちの通りは違うか。いや、ラジオ上であっちの通りなんつっても誰もわかってくれないで、ごめん。ちょっと、調べてみよう。でも、88カフェってすごく、個性的なお名前だから検索したら出てくるんじゃないかな。ぜひ皆さんも調べてみてほしいんですが。野菜、ご飯が、お米が並ぶ。絶対健康的な、なんかご飯出してくれそうだね。調べてみるね。ラジさんありがとうね。ではでは、続けていきますよ。ラジオネーム、小江戸シーランさんからいただきました。ありがとう。こんばんは、こんばんは。今回おすすめしたいのは、川越市の南部にある、森の散歩道です。その名の通り、森の中を散策できるのですが、行ってみると、想像の数倍広大な森が広がっていて、東京近郊の平野部にこれほどまとまった森が残っていることに驚きました。また、森を抜けたところに散歩車というパン屋さんがあるのですが、少し前までは時の鐘の近くでカフェをやっていたそうです。密になる心配はないので、都会に疲れたらリフレッシュに来てください。なるほど。散歩道知らない。行きたい。なんか勝手に赤毛の案が今パッて浮かんじゃった。全然知らないとこいっぱいあるね。そしてそこを抜けていくと散歩車。さっきね、作家さんと一緒に調べたんですよ。したらなんか、すごく、穴場スポットというか、確かにその密を避けれそうな感じのお店なんですよ。で、可愛らしい、なんか、こう、パンとかが、の写真が載ってたんですけど、調べたとき。ここもすごく気になる。行ってみたい。へぇー。散歩車って名前がおしゃれだね。パン屋さんもそうだね、多いね。味噌パンを売ってるお店とかもあるのよ。そうそう。あと、名前教えてくれたけど、なんだっけ、顎がふにゃららって名前のパン屋さん、この前紹介しませんでしたっけ、川越のコーナーで。あそこも見たよ。通りに面してあって。でも、時間帯的に、あれかな、閉まっちゃう時間帯だったかな。だから並んでなかったんだけど。うん。なんか看板のインパクトもあってすぐに見つけられた。なんかパン屋さんとかすごいなんかいろいろ増えたよね。あと、小江戸通りだと焼き団子のお店、なんか焼き団子増えてない？なんでこんな興奮してんだろう。私、焼き団子もとても美味しいんです。他にも食べてほしいお菓子がいっぱいあって。ちょっと忘れした。なんだっけ、そのパン屋さん。あ、そう、顎が落ちただ。そうそうそう。もう食べていただきたい。ぜひ、芋恋というね、お菓子があるんです。私が演じた茜ちゃんが、大好物と言って、頬張っていたあのお菓子。ぜひ、もっともっと広まってほしいなと。いや、もちろんもうすでに有名なんですけど。ぜひね、食べてみてください。いっぱい、なんか、あんこが入って、芋がもう、なんか、お腹いっぱいになるほど入ってるのよ。だから、一個でもう、私はお腹いっぱいになるんですけど、あかねちゃんは、なんか、二個ぐらい食べれそうな勢いで食べてたね。なんか、そんなことを思い出しながら、川越を、いつかね、巡っていただけたらなって思いますよ。ということで、引き続き、皆さんからの川越メール、お待ちしております。お送りしてきました小原好みの心置きなく。お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。
宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通歌、何でも構いませんよ。ぜひぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ラジオネーム声のシーランさんにお送りしたいと思います。まあこの他にもね、川越のおすすめスポット送ってくださった方いたんですけど、川越市の南部にある森の散歩道って私本当に知らなくて、そうそう、すごく気になるので。まあもちろん川越ってすごい自然を感じられるところでもあるんだけど、なんかより素敵なところだなって思えたので、この方を選ばせていただきました。ぜひ気になる方、すでに川越近辺に住んでる方はね、行ってみてほしいですし、あとはみんなはいつか行けるってなった時にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、あ、私からお知らせです。NHK E テレにて、オトッペという作品が放送されております。私はウォッタを演じております。そしてネットフリックスの方では、ヒルダの冒険という作品で、私はデイビッドという男の子を演じております。そしてドラゴンクエスト大の大冒険ではメルルを演じております。そしてアイスクリーンではハリネズミのストッチーを演じております。そして映画大好きポンポさん、大ヒット公開中です。ぜひ皆さんご覧ください。早く映画館に行きたいんです、本当に。そしてこれ私の野望です。いろんな人にこうシャープハッシュタグが、映画大好きポンポさんで、いろんな方にこう感想っていうかつぶやいていただいて、こうポンポさんを広げていただいて、映画館の公開できる映画館をどんどん増やしていけたらいいなって思っているのが最近の私の夢だったりします。それぐらい本当に素敵なので、皆さんぜひぜひご覧ください。そして今週の一言なんですけど、なんだろうな、このシチュエーション CD みたいになってない？みんなポキゲームって知ってるかな？このワードを聞いてちょっと怪しいぞって思った人はもうここで聞くのをやめていただいて構いませんよ。これ送ってくださった方は、ネモさんなんですけれども、なんだろう、ちょっとポッキーゲーム、まあ聞いとくかって人は最後聞いてください。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好美でした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。しよ。あ、でもポッキーが売り切れだったから小枝だけどね。ポッキーゲームね、はるちゃんとしたことあるんだ。白石はるかちゃん、いいでしょ。